はい、じゃあちょっと手羽見てみましょう。なんかね、そろそろいいような気がするんですよね。あ、いいですね。ね、難しいっすよね。ちょっとなんか、このちょっとこう、ちょっとこう、ほぐれそうな感じです。の硬さです。はい。このくらいで止めます。まあ大体1時間と10分、20分ぐらい。まあこれはあの、好みなんで、もうちょっといっても、もうちょっと手前でも美味しいんで、はい。特に、そんなにあの、ジャストここまでいかなきゃ食べれないとかはないんで、考えすぎなくて大丈夫です。はい、で、 できたら何かこうタッパー、最終的に出来上がったソースをこの中にこし入れて、で一晩ちゃんとこの液体の中で漬けといて、の方が味が染みるんで、で明日仕上げる時に、ここから取り出して使っていく、でソースはソースで使っていくっていうような形を取るんで、まずこのタッパーに先に入れておきましょう。はい、タッパーでもボールでも大丈夫です。何かソースが入れれる大きさの入れ物。はい、もう骨がちょっとこういうふうに出てますよね、意図した通りにね。はい、これは切る場所によってこうなります。はい、こんな感じで、後でここにソース入れるんで、それまであの蓋をして置いときます。はい、蓋します。蒸気が逃げたらパサつきの原因になるんで蓋をしてあげましょう。はい、今途中なんですけど、ちょっとこう煮詰まってきてますよね。煮詰まってきたらその分お水を足してあげてください。で、なぜかというと、煮詰まってくると、水分とこう入ってるもののバランスが変わってくるじゃないですか。で、水が少なくなってくると、よりこう対流が起こりやすい、もの同士が擦れやすい、で濁りの原因になるっていうのもあるんで、ちょっと水を足してあげる。で、煮詰めるのはパッセしてから、後から煮詰めるっていうふうにしてあげると、より綺麗なソースが取れます。はい、パッセっていうのは裏ごし、そうですね、裏ごし。はい、水入れたら一回温度を上げて、はい、ちょっと上げてあげるといいですね。でまた沸き出したら下げる。いい感じに美味しくなってます。で、これを先ほどのここにパッセ、こし入れて液体にこうつけたまま味を含ませる、で冷ます、で次の日に、これまた分けて、こっちはソースとして仕上げていく、こっちは綺麗に形整えてビエノワーズを乗せて焼くっていうような流れでいきたいと思います。でこす時、まあ普通にこう、まあ飲食店だしのはでこします。でまあない方ザルなんかでこします。なんでまあ、一応一番丁寧なやり方をこれからやります。なんでもない方は本当に普通にザルでこし入れるだけで大丈夫です。で一応せっかく綺麗に炊いたソースなんで、まずザルに入れます。はい、であまりギュッギュッと押さない、押すとまたそれも濁りの原因になります。はい、でそしたら今度はペーパー、リードペーパーですね、液体を通すペーパーです。ペーパーでこしてあげるのが一番きれいにこせるので、いきなりこっから直でペーパー行くと結構破けたりとかするんで、まず液体にしてあげて、そこからペーパーでこしてあげる。っていうのが一番綺麗にこせる方法です。で、最後ここちょっと、溜まるんで、ペーパーをこう折りたたんで、優しく押してあげる。中身が出ないように優しく押してあげる。はい。っていうような感じで綺麗にこせます。はい、そしたら、このまま味を含ませて、粗熱が取れたら冷蔵庫で一晩保管しましょう。はい、ここまでが前日の仕込みです。はい、これで1日目が
終了になります。まあ、明日は、まあ、これ仕上げてソース仕上げて、もう一個のソースオランデーズソース作って、鶏肉火を入れてビエノワーズカットしてこれに乗せるっていうような感じですね。まあ、あとはもう本当に仕上げだけです。はい。